昨日と一昨日2日間で来た小鳥をひなですね、紹介いたします。まずこれね、もう鳴き声でお分かりだと思いますよね。さざなみんこと来るんですよ。ご飯をね、今食べたばっかりです。撮影をね、お腹いっぱい食べましたから、やや満足してますかね。さざなみはね、もういつもそうですけど、だいたい大きめが来ますね。色がはっきりわからないですから、そういう話を聞いてますね、小さすぎると。はい、次行きましょうかね。